時に宇宙世紀0088、ついにティターンズと英雄号の戦いも終わった。俺の名はジェドー・アーシタ、サイド1はシャングリラコロニーに住んでんだ。俺たちもしぶとく稼がにゃ生きていけないわけよ。で、始めたのがジャンク屋、つまりモビルスーツなんかのスクラップを拾い集めてくるお仕事。結構きついんすよこれが。しかしひでえ世の中、戦争も終わってやっと平和になるって思ったら大間違い。まだまだ戦いは終わっちゃいなかった。ハマーン・カーンのアクシズ軍が地球圏をザビ家で支配するために各サイドのコロニーへ侵攻を始めたんだ。まったく大人たちって勝手なんだから。でもエウーゴも連邦もボロボロ状態、とてもアクシズ軍を止めることなんてできやしない。もちろんアーガマも同じだった。それでシャングリラにアーガマがやってきた。修理と補給をするためだろうけど、こいつは人儲けするチャンス。なんたってあのゼータガンダムを積んでんだ。ゼータをいただけたらこれを売ってがっぽり儲かっちゃう。しかしその時アクシズから派遣された軍艦もシャングリラやってきていた。ちょっとこのシャングリラで戦いを始める気？ここには可愛い妹と大事な仲間がいる。そんなこと俺がガンダムで止めてやるよ。子供はみんなニュータイプ、見せてやろうじゃないの大人たちにはさ。Thank you.
マシュマ、私の部下はまだ若い。はは。実戦の経験も不足し、地球圏そのものにも不慣れである。しかしその中でもお前はよくやってくれている。まだ至りません。お前こそ真の騎士だ。励んでほしい、私のために。
見つけたぞアーガマ。こんなところに隠れているとは。そう、このままじゃやられちゃう。真面目に戦う気があるのか。こっちは戦争なんてしたくないってのに。もらった。遊びは終わりだ。私の真の力を思い知るといい。甘い甘い。
伊賀さん、アワガマ、ゲモン、抜かるんじゃねえぞ。このゲモン様に任せておけば大丈夫だ。ヤザン、分け前は半分だぜ。忘れるんじゃねえぞ。ゼータ、いつも俺の邪魔ばかりしやがって。ティターンズの俺がこんな惨めなモビルスーツに乗っているのも、ジャンクやごときに身分を隠してヘイコラしなければならなかったのも、どれもこれも前の戦いでお前にやられたせいじゃないか。俺じゃないよ、俺じゃないってば。やらせはしないわ。この俺の邪魔をする奴は誰であろうと許さん。このゲゼは無敵だ。邪魔しないで。そんなに死にたいの？俺様のものになれ、ゼータ。そんなボロモビルスーツで何言ってんの？やめろ。これ以上やると死ぬことになるぞ。今までのはまぐれだ。私に勝てるつもりでいるのか？Thank you.
良いな、マシュマ。市民に信頼されてこそ指揮官としての良い働きができるというものだ。そのためには住民をいたわり慈しまなければならない。はは。そういう気配りこそ指導者には必要なのだ。わかるな、マシュマ。は、はい。精一杯気配りをいたします、ハマン様。私は騎士の使命に応えねばならぬのだ。
そう勝手にさせるか。もらった。落ちるがいい。ここはもう宇宙なんだ。遠慮はしないよ。は、早い。それに何というパワーだ。やられっぱなしでいられるか。なんと。このリズム、この信号、うん、感じる、感じちゃう。みんなめちゃめちゃにしてやる。敵だ敵だ、もう胸が張り裂けそうだよ。ダブルゼータの圧倒的なパワー、それには敵の新型モビルスーツですらかなうことはなかった。でもその力に浮かれていた頃、実は大変なことが起こっていたんだ。エンドラのモビルスーツパイロットグレミー・トトがリーナを連れ去った。ちくしょう、妹を
リーナを返せ。いても立ってもいられなかった俺はブライト艦長の制止を振り切って敵艦を追って単独アクシズに潜入した。そして一人の女の子と出会ったんだ。お兄ちゃん。え？お兄ちゃん？私を探しに来たんでしょ。私は LP プル。よろしく。よろしくったって、君どこかで会ったっけ？もう忘れたの？悪いけど人違いだよ。俺は急いでんの。またね。ダメ、一緒にいるの。俺は妹を探しに来たの。邪魔するなよ。妹ってもしかしてあの子かな。リーナを知っているのか。いたような気がする。私が連れてってあげるよ。 LP プル、リーナを知っているんだって。なんで俺はプルについていくことにしたんだ。でも着いた場所は大きな宮殿。こんなところにリーナがいるのか。そこで俺はあの人に会った。そう、ジオンの復興を目論むアクシズの黒い影、ハマーン・カーンだ。少年、そこで何をしている。いや、ごめんなさい、俺迷っちゃって。ここ広いもんね。少年、所属を名乗れ。どこだって言ってもわかんないんじゃないかな。すかんな、その物言いは。やめろ、撃つな。あんた俺の所属が聞きたいんだろ。教えてやるよ。俺の所属はアーガマなの。わかった。待て少年。アーガマだと。結局アクシズから脱出した俺はアーガマに助けられ、そしてアーガマはラビアンローズで補給を受けることになった。どうやらアクシズの艦隊に不穏な動きがあったらしい。それってハマーンを怒らせたから。でもそれは違っていた。ハマーンは地球に向けて大規模な艦隊を発進、地球を占領するつもりなんだ。どうやらハマーンは本当に悪いやつみたい。ジオンの復興のため。いや、これは何としても止めなくちゃ。
エルピープル、お前の敵はガンダムだ。ガンダム？そうだ、ガンダムこそお前の倒すべき敵だ。そしてガンダムのパイロットはジュドー・アーシタ。ジュドー・アーシタ。ジュドーは私のお兄ちゃん。違う、ジュドーは敵だ。ジュドーは敵、憎むべき相手。目を覚ませ、エルピープル。すぐそばまで来ている。ジュドー・アーシタ。悪いけど、一気にやらせてもらうよ。後悔させてやるぞ。敵は全て排除する。逃がさないわよ。お前がジュドー・アーシタだな。どうして俺の名を。私はグレミートと、お前の妹リーナの後見人でもある。リーナの、リーナをさらったのはお前か。さらったのではない、武骨な兄から引き離したのだ。あの子はいいものを持っている。劣悪な環境のもとには置いておけん。勝手なことばかり言うな。俺の妹だぞ、返せ。これは遊びじゃないんだ、徹底的にやるよ。もらった。やってくれたな。
栄光あるネオジオンの兵士たちよ。かつて我々を暗黒の世界に押しやった者どもは今我々の足元に、愚かなる人間どもに思い知らせる時が来たのだ。今や地中圏は我々ネオジオンのものだと。機は熟した。共に戦おう。ネオジオンのために、ネオジオンの栄光のために。手並みを見せてもらおうか。俺だってやるときはやるんだよ。もらったね。キュベレイ、LP ブルか。ブル、やめろ。俺がわからないのか。柔道アーシタだ。柔道アーシタなら私の敵だ。ブル、お前どうしたんだ。これ以上付き合ってらんないね。なろう。この船にリーナはいるか。このプレッシャー、あの時の少年か。面白い。アクシズの時の女の声。お前とはまた話したいと思っていた少年。柔道だ。俺は柔道アーシャ。柔道か。なるほど。お前と私は互いに引き合うものがあるようだな。え？我々は敵対する理由など何もないんだ。我々は同じニュータイプなのだからな。さあ、私と一緒に来るのだ。なんだ？何か不思議な感じだ。おかしいな。こいつは敵じゃないのか？地球に降下しようとするハマーンの艦隊にアーガマは攻撃を仕掛けた。ブライト艦長はアーガマだけでハマーンのサダランを仕留めるつもりだったけど、大気圏突入を予定しながらの戦闘は
本当に辛い。そんな中、グレミーに洗脳されたプルが俺の前に立ちはだかる。プルを正気に戻さなきゃ。でもプルのキュベレーは地球の引力に引き込まれていった。止まらないよ、誰か止めて。キュベレイ、プルなのか。プル、地球の引力に捕まったのか。怖いよ、助けて。ジュド、プル、俺はわかるのか。助けて、止めてよ、お兄ちゃん。よし、待ってろよ、今助けるからな。引力に惹かれながら落ちるって本当に怖い。プルは泣いちゃうし、地球は真っ赤に燃え上がる。でもゼータのウェーブライダーで大気圏突入に成功。プルも助けたし、俺ってすごい。しかし地球へ降下したネオジオンの艦隊はもうダカールに乗り込んでいた。力ずくで地球連邦にサイド3をよこせって言うんだから、ズーズーしいったらありゃしない。だから俺たちガンダムチームはアーガマより先にダカールへ出撃した。初めての地球はきついこともいっぱいあるけど、泣き言ばっかりは言ってられない。リーナ、絶対に助けてやるからな、待ってろ。
ネオジオン総帥ミネバザビ秘伝家である。秘伝家は地中圏より遠く離れたアクシズの地より、アースノイドとスペースノイドの融和、そして繁栄を日夜祈っておられた。今日この良き日にダカールの地にネオジオンの足跡を記すことを秘伝家はこの上なくお喜びである。各も盛大にお集まりいただき、秘伝家の後見人たるこのハマーン、秘伝家に代わり地球連邦政府の関係各位に心よりお礼を申し上げる。地球連邦ってザビ家を倒そうとした大人の人たちだったんじゃないの？何なのこれ、みんな嘘をついてる。心から笑ってる人なんてここには一人もいない。リーナ、よく見ておけ。ここにいるのは地球連邦の大人たちだ。彼らは強い者に身を寄せるしか生きる術を持たない連中だ。すぐになれる。笑顔だけは忘れないように。はい。待て、少年。見つかった。失望したぞ、受動アーシタ。残念だったな。せっかくのパーティーがめちゃめちゃになって。お前にはわからないのか。このパーティーに駆けつけ、我らネオジオンに尻尾を振る大人たちこそ、この地球を腐らせる根源なのだと。だからって、あなたに正義があるとは思えないな。私はアステロイドベルトで暗く冷たい宇宙を見つめながら何年も生きてきた。その間に地球の愚かな人間たちは何をした。地球再建に奔走するあまり、地球の汚染を顧みず、あろうことか汚染を拡大させてきた。それを許すわけにはいかない。私はお前といるとスラスラと本心を喋ってしまう。
不思議なものだ。そんなことを言っても俺はあんたのものにはならない。分かっている。お前には確かにニュータイプの要素を感じるが、お前は流れに乗るということを知らなさすぎる。直感だけに頼っていればいずれ破滅するぞ。ニュータイプなんて知らないね。俺はリーナを助けるだけだ。この後に及んで私の感情で動くとは。初めは私に期待を抱かせて、最後の最後に私を裏切る。受動は明日、お前もだ。お兄ちゃん、逃げて。リーナ。そういうことか。グレミーは切り札を持っていながら使い切れずにいたか。今度は私がお兄ちゃんを助ける番よ。嫌いだね、そういうベタベタしたのは。続きは天国とかでやるんだな。あ、リーナ、リーナ。大丈夫、かすっただけだから。アマン、貴様よくも。なんだこの強烈なプレッシャーは。お兄ちゃん、早く逃げないと。そうだな、早くリーナを医者に見せないと。お兄ちゃん、エルたちは戦っている。ガンダムに乗って。ガンダム？みんなパイロットになったの？みんな大丈夫なの？ああ、もうすぐアガマも来てくれる。お兄ちゃんは戦わないの？お前を放っておけるか。リーナは余計なことを考えなくていいんだ。お兄ちゃん、みんなが心配なんでしょ？言ってあげて、みんなを助けて。ダメだ、リーナを見捨てるような真似はできない。それじゃあ友達は見捨てていいの？お兄ちゃんは何のために今まで戦ってきたの？お兄ちゃん。すぐ戻る、おとなしく待ってるんだぞ。うん。受動め、ここまで苦労して教育したリーナをむざむざと取り戻されてたまるか。
何さこいつ、上等じゃないの。貴様の首いただく。ダブルゼータ、ここが貴様の死に場所だ。あんたは危険なんだ。悪いけどとどめを刺す、グレミーさん。戦いを楽しんでるやつなんかに負けるもんかよ。何事も教科書通りにはいかないんだよ。なんだと。私はこんなところで終わる男ではない。こんなクソ。そんな嘘だろ、リーナ。ジュド、リーナがどうかしたの？ねえジュド。まさかリーナがあの建物に。怪我をして休ませてた。リーナが中にいたのか。本当に死んだの、リーナ。そんなの嘘だよね。ジュド、もうすぐ敵の援軍が来るわ。引き上げないと。いやだ、リーナはまだどこかで生きてるかもしれないんだぞ。俺の助けを待ってるかもしれないんだぞ。めめしい真似はやめなさい。感傷に溺れてると今度はあなたが死んじゃうのよ。昔の人はもっともっと理不尽なことで死んでいったわ。それこそ何千何万という人々が愚かな命令で訳もなく殺されて、それでも耐えたわ、こらえたのよ。そんなの受動に関係ないもん。関係あるわよ。これは戦争なんだもの。戦争？そうよ、これは戦争よ。悔しかったらもう一度戦う気力を取り戻して。受動、アーガマに戻ろうよ。私はリーナの代わりにはなれないかもしれないけど、元気のない受動なんて受動じゃない。いつの時代も子供が戦争の犠牲になるのかよ。リーナが避難した場所が炎に巻き込まれていた。だけど敵は俺に悲しむ暇も与えちゃくれない。ハマーンの艦隊を追いかけるためリーナの生死も確かめられないままアーガマはダカールを後にしたからだ。カラバとアーガマの合流は未然に防がねばな。グレミは、いくら非力な者どもであっても数に頼めば我らの脅威となりかねん。承知しております。時にあの娘はどうした、リーナとか言ったな。子供ですから。心の中もその言葉通りか。お言葉の意味が分かりかねます。その若さでその冷たさ。真実を申したまでのこと。ならばその真実を身をもって示してほしいものだな。は、私はキリマンジャロより空へ上がる。お前はアーガマ追撃隊の指揮を取れ。我々を結びつけるザビ家の血のつながり忘れるな。は、私の姉はザビ家に尽くし宇宙の果てで死んでいった。しかし私は死ぬものか。新しい血をザビ家に加え必ずや復活してみせてやる。ネオザビファミリーを。
今までと違う敵の動きにアーガマはダブリンへと向かっていた。ネオジオンとの戦いに弱腰な地球連邦のお偉いさんに抗議をするためだ。失礼します。アーガマの艦長ブライトノアであります。アーガマ、なぜアーガマの艦長がここに来る？アーガマの艦長なら都合の悪いことがあるようですね。あるのだよブライト艦長。君は我々の和平政策に反対なのであろう。サイド3をハマーンに与えることが和平政策だとおっしゃるのですか？ハマーンはそのことを条件にして停戦条約を結ぶと言っているんだ。戦争が終われば平和になる。違うかね？サイド3はかつてのジオンの発祥の地なのですよ。そんなことをすればネオジオンに油を注ぐようなものです。それがあなた方にはわからないのですか？サイド3に入ればハマーンの気分は収まる。おい、エウゴは戦争で金儲けしてんじゃないのか？月のアナハイムと手を結んでいるというもっぱらの噂だ。アーガマはノルウェーまで下がって武装解除だな。あなた方は自分が言った意味が分かっているのですか？口を慎みたまえ。君は少し頭を冷やしておいた方がいいな。お前ら地球でのほほんとしてて何が分かるの？柔道？お前らハマーンがどんなやつか知っているのか？俺たちがどんな苦しい思いをして戦ってリーダーも死んで、それなのに俺たちが戦争をしたがってるだと？お前たちが何もしないから世の中がめちゃくちゃになるんじゃないか。柔道やめろ。だってこいつら、連邦のお偉いさんの我慢ならない言葉に俺も抗議した。そのおかげで交渉は失敗に終わっちゃうし、ブライト艦長と俺は拘束されてしまう。その危機を助けてくれたのがシャングリラで別れたはずのファー・ユイリーさんだった。でも俺たちがそんなことをやってる間にハマーンはダブリンに向けて恐るべき作戦を実行に移そうとしていた。恐怖で地上を包むため今空が落ちようとしていた。
女の子は無事だ。目の前の敵に集中しろ。マークツーごときに。敵は後ろだ。なんだと、特攻をかける気なのか。撃ち落とせ。ブリッジに直撃させればすぐに終わる。ごめんね、クレミー。一人でも敵を倒してみせる。こちらこうも当てられては。カミーユ、ニュータイプのカミーユ美談。そう、あの人だよ。このコロニー落としは地上に被害を与えるだけではない。その恐怖によって我々の力を誇示するものだ。この力を阻止できぬことを思い知らせなければ意味がない。少しの希望でも残せばまた人は立ち上がろうとするのだから。
10度。今日はいい日だ。死ぬ覚悟はできたか。こちらは波のモビルスーツと違うんだよ。なぜこんなことをする。貴様のようなやつは許せないんだよ。もし戦いに理由がいるのなら、その君の怒りこそ理由だ。この声、神よ。これは遊びじゃないんだ。徹底的にやるよ。図に乗るな。
敵の数はこんなものか。これじゃ遊びだよ。私に従うか、さもなくば死か。さあ、選ぶがいい。このキュベレー、見くびってもらっては困る。俗物が落ちろ。サイコガンダムの前では赤子も同然だな、ダブルゼータ。ダメだ、どうする、ジュド。あんたは危険なんだ。悪いけど、とどめを刺す。こんなところでやられてなんかいられないんだよ。やってることがいちいち間抜けなんだよ。甘いんだよ。なんで私のすることがわかるの？あなたは。それはこっちのセリフだ。不愉快なやつめ。不愉快なら空へ、宇宙へ帰れ。絶対みんなの邪魔をさせないから、ファンネルたち、行っちゃえ。こざかしい。みんな嫌いだ。いなくなれ。ビーダ。
お前も死にな、ダブルゼータ。お前は何事も教科書通りにはいかないんだよ。人の悲しみをわからないなら、こざかしい。ダブリンのコロニー落としが成功したと見ると、ハマーンは空の制圧を急いだ。その情報をつかんだ俺たちもアーガマを地上に残したまま空に上がった。月で製造されてるっていう新たな機関ネールアーガマを受け取るためだ。ところがエユーゴのお偉いさんはネールアーガマに乗せないって言うんだ。君たちが地球でネオジオンと戦っている間に、こちらも組織を整備する時間ができた。もはや子供に頼る必要などない。これからは大人の問題だ。おい、めっちゃ地球連邦の偉いさんたちとちっとも変わらないじゃないか。軍の編成に子供が口を出すのか。俺たち実戦はきちんとこなしてきたんだぞ。アーガモの作戦がうまくいかなかったのはエウーゴの参謀本部が本気でハマーンを叩く気がなかったからだ。エウーゴが本気でないだと？だからサイド3をハマーンにやっちまうんだろ。貴様ら、頭に来た俺たちはネール・アーガマを乗っ取った。どうすんだよブライト艦長は。しばらくラビアン・ローズで休暇を取ってもらうさ。お年だしね。お前たちが苦労かけ通しだったからブライト艦長白髪が増えたんだぞ。とりあえずサイド3に向けて移動でしょ、ビーちゃん。そうだ、最終的にはサイド3に乗り込む。ハマーンと一騎打ちをするんだからな。行こうぜ艦長代理。よし、全員配置につけ。ネリアガマ発進。一方、宇宙に上がったハマーンは地球連邦からサイド3のコロニーに入り、着々と地球圏侵攻の準備を進めていた。だけどここであのグレミーがハマーンを裏切ってアクシズを占拠。ハマーンに反旗を翻した。ネオジオンはハマーン軍とグレミー軍に真っ二つに分かれてサイド3で睨み合っているってわけだ。さて、どっちと戦えばいいんだ。今ザビ家の血筋をめぐってジオンの戦いが始まろうとしていた。ハマーンかグレミーか、どうする。ジュド、なぜまだここにいるのか。マシュマ、ここを留守にしてはハマーン様をお守りできません。アーガマは自分からは出てこん。グレミーだよ、目の前の危険を排除するのがお前の役目だ。はい、
ハマーン様。新しいバラだ。このバラをお前に与えよう。この花のために戦うのがお前の任務だな。はは、無論であります。よし、私の息の香り、私の肌の香りをこのバラに与えた、その私が言うのだ。行け。はっ。ジオンの兵士たちよ、もはや忍獣の時は去った。諸悪の根源はミネバ様をいただき、欺瞞あふれるジオンを受け継ごうとしたハマーン・カーンにある。真なるネオジオンをこの手に握るのはハマーンの首を我が面前に捧げる諸君らである。さすればこの宇宙圏の英雄として末代まで称えられよう。
力を感じる。この戦勝てるぞ。戻れるわ、お兄ちゃん。造兵どもが調子に乗るな。人思いに楽にしてやる。死ねえ。消えろよ、あんた小僧が。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。何事も教科書通りにはいかないんだよ。許せないんだよ、あんたみたいのは。船に乗るな。
いつ子供の遊びじゃないんだよ。人の悲しみをわからないならもらった。怖いけど逃げちゃダメなんだ。楽勝楽勝、落としてみせるって。プル2、お前は騙されているんだ。プルのことを思い出せ、兄弟のことを。ダブルゼータ、ジュドウか。お前は利用されているだけだ。プル2、お前は人形でいいのか。人形。そうだ、お前は長い眠りの間に他人の考えた指示に従うように作り変えられた人形だって、なんで気づかないの。私が人形。そうでなきゃ女の子に戦士なんてできないよ。バカな、私は私だ。戦いを楽しんでるやつなんかに負けるもんかよ。そこだ。言ってはダメ、呪道の邪魔をしないで。そんなモビルスーツから降りるのよ。呪道は敵じゃない。呪道といると気持ちがいいってことがなんでわからないの。聞け、ネオジオンの兵士たちよ。我らはザビ家の正当なる後継者ミネバザビ様を擁するジオン公国の正規軍である。ザビ家に背く反乱軍を鎮圧し、地球圏にネオジオンの旗を掲げるのだ。ネオジオンのために、ネオジオンの栄光のために。久しぶりにゾクゾクする。行くよ、ニー、ランス。はっ。
私に逆らったのだからな。その報いは受けてもらうぞ。己の無力を知るがいい。甘いな。行け、ファンネル。私の記憶を奪ったのはお前たちだ。待ってくれたの。私は何の迷いもない。私はジェダー、ペルズーを助けて。ペルズーは私たちのところへ来たがってる。分かっている、ブル。ダブルゼータめ、ジェダー、連れてって。グレミ、プル2は返してもらう。戻れ、プル2。死んだの、グレミ。受動は明日、決着をつけよう。貴様も私の前に立ちふさがるか。あんたの相手を捨てる暇はないってのに。ハマーン様の敵となる者は生かしては返さん。キャラ、先走るな。状況を考えろ。柔道か。久しぶりだよ、柔道明日。行くぜ。後悔すんなよ。この私に歯向かってきてさ、生意気なんだよ。ハマン、あなたには見えているはずだ。戦いで無駄死にをした人の意志が、人の思いが、人の意志が力となっていくのか。これがニュータイプ。しかし人は生きる限り一人だよ。人類そのものもそうだ。ふん、この程度たやすいな。こいつ、やられっぱなしでいられるか。私を誰だと思っているんだい。私はキャラスイーンだぞ。お前が見せてくれたように人類全てがニュータイプになれるものか。その前に人類は地球を食い尽くすよ。そんなに人を信じられないのか。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。憎しみを生むもの、
憎しみを育てる血を吐き出せ。吐き出すものだとない。やめろ、これ以上やっても無駄だ。私の負けだな。ハマ、その潔さをなんでもっと上手に使えなかったんだ。持てる能力を調和と協調に使えば地球だって救えたのに。アステロイドベルトまで行った人間が戻ってくるっていうのはな、人間がまだ地球の重力に縛られて飛べないって証拠だろ。だからってこんなところで戦ったって何にも。そうさ、さかしお前らのおかげで地球にしがみつくバカどもを抹殺できなかったよ。すべてお前たち子供が帰ってきてよかった。強い子に会えて。ハマーン・カーンとグレミー・トト、この二人の死によってネオジオン構想と呼ばれる戦いはついに終局を迎えた。ザビ家の血を利用したハマーンのネオジオンはザビ家の血を継ぐとされるグレミートとの反乱により崩壊の道をたどることとなった。そしてこの勝利はたった一隻の戦艦と数機のモビルスーツ、ジュドーアーシタをはじめとする年端もゆかぬ子供たちによってもたらされたものだった。サイド湾に待機していた連邦軍とエウゴの艦隊が到着した時にはすべての戦いは終わっていたのである。今頃来るなんて、今頃大人たちは、あんたたち何にもしないで地球に住めると思ってんの？やめなさい、ジュド。何を言ってもわからない人にはわからないわ。それじゃあ死んでいった連中たちはどうなる？いっぱい死んだんだよ、いっぱい。わかっている。気に入らないなら俺を殴って気を済ませろ。そんな。うわあ。若きニュータイプたちが導き出した平穏は人類の新たな可能性を知らしめる道しるべとして人々の記憶に刻まれていく。戦いの終わりを見届けたジュドーアーシタとルールカは人類の新たな可能性を見つけるために地球圏から離れることを決意した。新たな時代の到来を予感させ今木星へと旅立つ。そしてその手に取り戻した最も価値のある報酬。リーナ、リーナなのか。やっぱりリーナなんだな。お兄ちゃん。月の地平線から地球が姿を現す。その水の惑星をジュドーは見つめてつぶやいた。人は一つにつながることができるって誰かが言ってたけど、俺は信じる。そうだろ、カミーユ。